ジョセフ・ラウントリーは、イングランドの教育者、商店経営者。ラウントリーは、現在のノース・ヨークシャー州スカーブラに、クエーカーであった父ジョン・ラウントリーとその妻エリザベス、ロザリントンの間に生まれた。1822年、ラウントリーは、ヨークで、グロサリーを創業した。この事業は、順調に成長した。1832年5月3日、ラウントリーは、 サラ・スティーブンソンと結婚した。二人の間には、三男二女と五人の子供たちが生まれたが、そのうちの次男が、後に、チョコレート製造業の大建物にして、社会改革者として知られるようになった同盟の息子、ジョセフ・ラウントリーであった。長男ジョン・スティーブンソン・ラウントリーも事業に関わったが、むしろクエーカー協会の改革者として、著作によって知られ、 三男ヘンリー・アイザック・ラウントリーは、一家の中で最初に、チョコレート製造業に乗り出した人物となった。ラウントリーは、クエーカーの指定教育や、ヨークにおける男女の教師の育成、貧しい子供たちの教育などへの支援を、内外学校協会を通して行っていた。彼はまた、ヨークの地方自治行政の改革にも、熱心に取り組んだ。1853年には、 資産次会員になった。また一方では、彼は、イギリスのクエーカー協会内における、結婚規則の改革も後押しして、クエーカーである者が、非クエーカーの相手と結婚した場合にも、協会から自動的に、追放されることがないようにした。ラウントリーは、1859年11月4日に、ヨークで死去した。ありがとうございます。